レンズ使えてるの見たことない。俺もない。ミニオンが出現しました。スイートはたまらないやつがあるから。ワース、ボールさんがスタイルが見てないならどうすればいいんや。最近チャンピオンプール披露やりしてない？してないしてない。スタンいや違うチャンプをやるのが楽しい時期なんだな。むしろ操作をもんなくて強さとピック率が組み合わせない大老人。辛くトレイズのプレイヤースキルでダメージが出なかったら少ない。あ、分かってるよ。いや今はこの試合は本当にヤスをしたかった。チリアンのこと忘れてます。忘れてた。コリアナといえばナッシャーだよな。やんねえよ。いや別にない。絶対下手くそだよ。構成次第、俺がやつをやると。味方にラカンとかいたらやる確率が上がる。はい、ちょっと W 使いすぎた。マナどうしてた。そう、一緒にね、ラストとかしてたんだよ。スチームゲーのラスト知ってる？1回のダメージは小さいけど、まあ、オリアンナに関してはシールド量もあるからな。あおいつもだよ。このだけ飛ばしてエアリー発動するとちょっとニヤッとするでござる。うっさ、マルザとかのエアリー強いと思う。プラチナのジャングラーだけでパターンと対面することはいまない。リザルトでエアリーのダメージ見て絶望する。オリアナ極めてみないか。スタンミやだよ。何言ってんだ忍者。なぜ逃げるのですか。デモクース衛星でちょこちょこエアリーすぐ超えそう。いや楽しいですね。久々のオリアンヌ。あ、忍者ずっとニヤニヤしてる。ヨガかってる。キョロキョロしてるか。アリのサステインパないな。やばかったよ。サクサクしに来たな。スタンミダイアナナンバーワンってマジ？忍者って変な人なの？気持ち悪いな。エロゲーム気持ち悪いな。気持ち悪いな。別に気持ち悪くはねえよ。何気持ち悪いなって。忍者どのやばいでござる。変な人じゃないわけない。許さないで。君たち忍者の配信を普段見すぎて感覚がまひってるけど、忍者の格好して画面に話しかけてる人でヤバくないはずないでしょ。格のまひって怖いな。昼の帝王が夜に来るまでに潰しとくか。わらわら、それ忍者じゃなくて影者じゃん。あ、この構成にオリアナですか。嫌な。でも気持ち悪いコメントに誘導したでしょ。気づかせるな。そらあの格好に4万かけないでござる。今度は忍者潰せばいいの。ファーストブラッド力つきました。敵を倒しました。あぶねー。味方が倒されました。味方が倒されました。危なかった。イグナイトってよかったね。ほんとそれだ。スマークやめろ。実は今お父さんがプレイしてますよ、ね、してないね。そういえば今入れ
イレリアミッド、なんか極めないといけないっぽくない？今から手を出していいチャンプなのかなと。フェイカーもやってるし、 MSI でも出たし、なんで強いのかは知らん。俺リアのスキルとかあんま分からんから。レイサル、あーイースカナーっぽい、それイースカナーっぽいわ。敵を倒しました。うぜえな。エズさん、スカーナー過去最高に強い。わわわのはおしん絶叫のマットピエロさん、こんばんは。自分が宇治だと思ってる。ショックウェーブドット、ウェーブクリアですよね。ブアルス勝率最下層まで落ちたけど涙の。グインストじゃない、グインストとあのなんかダブルでしょ。ついにチャンプが変わってしまった。いてえ、あ、これアーリ帰った。バルスミット、バルスミット俺あんまり好きじゃないんだよ。脅威バルスミットでしょ、好きじゃない。イエーイ、ブルーゲット。ラッキー、綺麗だったな。よー、はい、ナッシャーいかんよ。なんでナッシャーいくん。あ、でもやった、どこ燃えされた。あ、ねえわ。ラッキー。敵を倒しました。はい、ラッキーラッキー。出ますね。これルーデン成功できたらもっと出るんじゃないか。
味方がタワーを破壊しました。そうそうね、こっから死ぬのが俺なんだよ。まあまあまあ、タワー持ったし味方に還元ある程度できてるでしょう。お願いします、味方、こっからキャリーは。だから俺しばらく使ってねえよ。俺あの賞金組のさ、ツインターボ参戦でしか使ってない。プラシーミスっちゃった時、このあとモレロだね。プロニアにボコボコにされた。俺なんでクロニアにコビ売んないといけないの。お前わざと負けてるやろ。お前最低だよ。お前苛立っています。いや、わざとじゃない。そろそろ画面が。おお、これ売れちゃったらいけたな今の。俺以外の賞金首には会えない。ロレッツ対戦の人が出してるんやろ。負けたからやらせろよって迫ったって。マジ味方が倒されました。敵を倒しました。てかスカナー強スカナーが強えわこれ。あーキャリージャンプだ、超 OP。 味方が倒されました。スカナーって相手のスキルいなせてますね。硬い石などの火力ある。壊れちゃう。スカナー俺以外の賞金首には会えないと思った。味方がタワーを破壊しました。ちょっとやめてください。セリウスの当て馬。俺以外の賞金首には会えないと思った方がいいよ。やめてください。スキルがあんまり避けられなかった。何忍者、なんつったのお前。何ちょっと潰してえな。ああ、ブラムいんのか。あります。いやさすがに厳しそうじゃない。ウルトないやん。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。スキル全部当たってますなが、まあいけたしな。うわやばくない。そんな時期メモリやばい。単に強気になったよな。実際いけてるし。何も間違ってないのに。いけた。カリスマストリーマーって言われてるの腹立つ。なぜ情けを当てたんですか。なんかその自分のアピールポイントをたくさん上げてくださいとかさ、雷神はプロとかさ、壁押しはチャレンジャーとか、俺ないんだよね。僕ないの。困ってさ、お任せしますみたいな風になったら。
なの。大事なのはただ一つ、正確さだ。うわいや俺はマルファイト待てばよかったな。今の固まってたからグラムビのキリングスプリー。あれあーでもこれ打ったら変えるか。あーでしょうやな。待つか。アベマ、アベマ TV。ダイヤモンドって紹介されてたけどプラチナですよね。いやまあダイヤモンドなんだ。そこは間違えてないんだけど。言って欲しかったけ。言って欲しかったけか。ごめん。敵を倒しました。行けばよかったな。なんか言って欲しかったのオーラすごかったね。ダイヤの門番押しで良くなかったか。ダイヤの門番で良かったか。味方がタワーを破壊しました。ちょっとここ取れない、ここ取れない。宿女は手を寄せた。ダウンキック敵を倒しました。いやー気持ちいいですね。味方がタワーを破壊しました。これを求めていた、このシナジーを求めていた俺は。味方がインヒビターを破壊しました。アルファイトだからね。スタンミハゲおほほほほボンボコンボボンボコンボですよ。俺一個前勝ってるよね、この試合。マルファイトのおかげ。マルファイトがよく気持ちいいな、いい感じで入ったら絶対に決まる。俺落ちそうだからしっかりやんないと。いや勝ちは勝ちでしょう。別に帽子でいいやんか。おにぎりまだ一応黄色だね、一応黄色。でも 14LP しかもらえないってことは多分あと 2,3 回負けたら赤になっちゃうと思う。ボールさんがイラだっています。クソザ、コスタ、ミ、ヨ、ウモ、ハゲ、ワラ、キムチを見るのか。オーマイ、知ってんだよ、知ってるわ。ダイヤのおにぎりって二つ名もかっこいいな。遅れた。おじゃじゃ。おじゃこんにちは。簡単な話ですね。味方がタワーを。俺すごいの決めたいな。俺。俺のウルトかマルファイトのウルトだから多分避けられるんだよね。で当たったらラッキーなんだけど。いやーこれすごい。ぐだってぐだってぐだって。トップもしてトップもしてトップもしてる。ぐだればいい、ぐだればいい、ぐだれば勝手に。次、タワー殴っちゃっていいんじゃない？敵を倒します。は私がキリングスプリー。何？何？やーべえこのノルマ感。なんで俺最後でちゃんとやっちゃうのかな。ここまで俺パーフェクトだったのに。
マルファイトが多分今の離れすぎたんだと思う。うわ今の入ったらすご